行の一つ一つは人格を形成してるんですよ。だから個人情報は個人の尊厳、個人の権利と深くつながってる。横田基地訴訟の原告であることは、本来当事者以外に明かされることがあってはならない情報です。これが一方的に訴訟の当事者である国から民間利活用の提案募集にかけられるんですよ。非識別加工されたとしても、原告やその家族は怖さを覚えるんじゃないですか。非識別加工情報により、個人の権利利益が侵害されることはないと考えています。文科省にもお聞きします。国立大学86法人のうち、入試ファイル、授業料免除ファイル、それぞれ提案募集をしている大学法人はいくつありますか。受験生の入試の点数や内申点などの情報を含むファイルを提案対象としている法人は49法人、授業料免除に関する情報を含むファイルを提案対象としている法人は30法人該当がございました。このね、授業料免除ファイル、ある大学のものを見ますとね、母子・父子家庭であるかどうか、障害者がいるかどうか、生活保護世帯であるかどうか、被爆者がいるか、長期療養がいるか、家計支持者別居世帯かなども記録項目として挙げられているんですよ。まあ、極めてセンシティブな情報ですね。当事者の知らないところで情報が連携され、利活用される。これまさにプライバシーに関わる問題。プライバシー侵害だと私は思います。非識別加工情報により、個人の権利利益が侵害されることはないと考えております。非識別加工をしても、その情報は生きた人間に由来してるんですよ。その情報の一つ一つは人格を形成してるんですよ。だから個人情報は個人の尊厳、個人の権利と深くつながってる。それがね、非識別加工をするからいいんだっていうのは、私はとても危険な考え方だと思います。